2024年1月1日、日本代表は国立競技場にタイ代表を迎え撃ち、5対0という圧倒的な内容とスコアで撃破。そのピッチに背番号16をつけた J1 リーグに所属する機体のディフェンダーがいたのをご存知でしょうか。セレッソ大阪に所属するマイクマセイヤ選手です。海外組がほとんどを占める日本代表の中において、数少ない J リーガーとして攻守にハードワークを見せ、 伊藤純也との絶妙なコンビネーションでチャンスを量産これからの日本代表の新たな武器として大きな爪痕を残しましたそんなマイクマ選手とは一体どのような選手なのでしょうかマイクマ選手がサッカーを始めたのは幼稚園だった4歳の時大分・トリニータのサッカースクールに通い小学校に上がると黒髪フットボールジュニアでプレーすると小学2年で佐世保に引っ越し jfc レインボー長崎に移籍したそうです中学になると元 J リーガーである大久保さんが創設したフットボールクラブブリスタル u 1 5に入団この時黒髪フットボールジュニア選手は大久保監督は元プロで一緒にプレーしていただくことでプロの技術やサッカーの奥深さを学ぶことができましたと大久保監督から多くのことを学んだと語っています 高校は、サッカーの名門である東福岡高校に進学し、3年時に、インターハイ、全国サッカー選手権に出場しています。大学は、桃山学院大学に、進学、2年次から試合に出始め、3年になると、関西選抜入りするまでに成長。2020年にビファーレン長崎に入団し、J リーガーとなります。この時、マイクマ選手にとって、大きな転機が訪れます。 当時の監督であるテクラモリ氏からここんなことを言われますサイドバックをやってみて小学生時代からずっと攻撃的ポジション特にフォワードとして活躍してきた黒髪フットボールジュニア選手にとってまさかの一言でしたその時の心境を次のように語っていますサイドバックは人生でやったことがなかったのですごくびっくりしましたし嫌でしたずっとフォワードでやってきて 点を取るのもすごく好きでしたし、右サイドバックがその時チームに1人しかいなくて1年目でもあり、穴埋めでやらされているのかなっていう気持ちもあったので、しかしそんな後ろ向きの気持ちを前向きにさせてくれたのが、当時コーチをしていた吉田氏の一言でした。このポジションでやれば代表までいける可能性がある。その後、積極的にトライし始めたマイクマ選手は、確実に変貌を遂げていきます。 もともとフォワードだったことから積極的に攻め上がり、2020年は4つだった、アシスト数は2021年には10を記録。すると、J1 のセレッソ大阪から、サイドバックごと熊は高く評価され、2022年シーズンから舞台を J1 に移します。選手の獲得に成功したセレッソ大阪は、攻撃に厚みが増し、前年の12位から5位と大躍進を見せ、指揮官からは、 ハキミと呼ばれ、絶対的な信頼を勝ち取りました。そんなマイクマ選手の魅力は、なんといっても一人でチャンスを演出できる点にあります。ボールを奪えば、緩急の効いたドリブルで果敢に攻め上がり、一つのパスで相手を恐怖に陥れます。それは、日本代表に選出された1月1日の対戦でも、いかんなく発揮されました。右サイドバックでスタメン出場したマイクマ選手はこの日も果敢に攻め上がり、 攻撃に参加マイクマ選手の前には、日本代表の定位置にポジションを取る伊藤純也。伊藤純也がアウトサイドにポジションを取れば、マイクマ選手はハーフスペースに移動し、伊藤純也がハーフスペースに侵入すれば、マイクマはアウトサイドから追い越す動きで、高い位置にポジションを取ります。すすると見せ場が訪れます前半の開始30分でした 右サイドからやや内側にポジションを取るマイクマ選手がボランチの佐野からボールを受けると伊藤純也は右アウトサイドからボックス内をめがけて加速しますその動きを確認したマイクマ選手はディフェンダー二人の間をスルーパスで引き裂きビッグチャンスを作ったのです結果として伊藤純也のシュートはゴールネットを揺らすことはありませんでしたが監修がどよめいたシーンでしたママイクマ選手が日本代表に 初選手されたのは2023年8月31日、9月にドイツとベルギーで行われた国際親善試合の時でした。この時代表に初選出されたマイクマに太鼓板を押したレジェンドがいます。それが、同じセレッソ大阪でプレーする、かつて日本代表の10番を背負った香川真司でした。サイドバックというポジションの中では、自分の経験上、あそこまで、 レベル高いやつは探してもそういないし、攻守において、個人的にはすごい大きな信頼を寄せている。と、マイクマ選手を絶賛、さらに、必ず代表で生き残っていけるだけのポテンシャルはあると思うので、ぜひ頑張ってほしいとエールを送っています。またた日本代表の森安監督はママイク選手を招集した理由について サイドバックで日本代表の戦力となる選手の幅をより広げたいと思っている J リーグで存在感を示している選手として選びましたと説明大きな期待をかけていることがうかがえます日本代表の右サイドバック争いは現在オランダの AG ・アルクマールに所属する菅原が頭一つリードしていると言われていますがフォワードから転向した異色の超攻撃的サイドバックの 和製ハキが定位置を腰担々と狙っています。マイクマ選手が今後の日本代表の右サイドバック争いをさらに熱くさせる予感がします。